こんにちは。今日は重七院さんの事務所から鳥の巣を作ります。まず両方の、はい、手のひら右手の親指を外します。そして親指と人差し指を入れて、はい、ねじります。はい、そして右手の人差し指でこの紐を取ります。はい、次に親指で小指の斜めの紐を取ります。次に中指で、はい、親指の手前の紐を取ります。そして親指と小指の紐を外します。そして小指と薬指でこの人差し指の紐を中指の下から入れて押さえます。ちょっと難しいね。はい、押さえました。そして親指で人差し指の紐を取ると、はい、鳥の巣のここにできました。完成です。皆さんも作ってみてください。大江戸芸人トンチンカンチンでした。